大阪の天王寺動物園で去年11月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんが今日初めて一般に公開されました。公開されたのは天王寺動物園で去年11月ホッキョクグマのバフィンが出産したメスの赤ちゃんです。動物園によりますと赤ちゃんは体長が70センチほどで順調に生育しているということです。大きくなったら何になるの？大きくなったらお母さんみたいになるんだよ。かわいい、ひたすらかわいい。かわいい。ホッキョクグマの赤ちゃんは毎日午前9時半から午後4時まで体調を見ながら公開される予定です。持って帰りたいです初めてあの今の赤ちゃんとても可愛いです赤ちゃんの両親はこの動物園のおしどり夫婦ゴーゴとバフィン。バフィンの嫁入りからおよそ4年かかっての誕生でした。ずっと見てたらね、やっぱりねゴーゴのお父ちゃんにね青が多いのがねちょっと似てるところあるんです。ちょっとした時仕草がね、なんかこうポッとボケたような感じ、うん、名前はまだ決まっていませんが、今後公募で決まります。今日は日本の生まれだからな、やっぱり日本なら名前つけたらな。ゴーゴは繁殖のため、和歌山県のアドベンチャーワールドに1年間移籍することになり、留守にしていますが、お父さんがいなくても赤ちゃんは元気いっぱいです。なんだか眠そうな、メスのジャイアントパンダの赤ちゃん、桜浜。双子の妹、桃浜も、起きてーと近づきますが、大きなあくび。あら、恥ずかしい。去年12月に生まれたばかりの2匹にとって今日は初絶句。大切な日をお祝いしようとアドベンチャーワールドには多くの人が訪れました。生まれてすぐは 180g しかなかった2匹も今日の体重測定では桜浜が 4470g、 桃浜が 4675g、 妹の方がちょっぴりふっくらしています。最後に訪れた人たちで歌をプレゼント。2匹が健やかに育ちますように。和歌山アドベンチャーは